YouTube 私出ていいんですか。うん、で今からちょっと行きましょうか。今からはい、お願いします。お願いします。にこにやにやでは皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日は、はい、ゲストを招いております。今日はネット担当のまるちゃんに来ていただきました。今日は何しましょう。今日は何するんだったっけな。スムージーやったっけ。そう、おしゃーのやつ。じゃあまるちゃんはいつも何をしてるんですか。インターネットで梅干しご注文いただいてるんですけど、うん、はい、たくさんそれの担当です。ホームページの更新とかもしてます、はい、やれる子やな。すごい。それはどうか。それはどうかな。できる子やありがとうございます。頑張ってます。そういう部署から今日は来ていただきました、はいはい、スムージーを作ると、うん、いうことですね、うん。まあ普通にね作っても面白いないんで、今日はメニュー、メニュー、まるちゃん、しんちゃん VS たけちゃん、はい。まあここにメニューがありますけど、これまあ冷凍南高梅って書いてあるのは、これはマスト、必ず入れていただきます、はいはいはい。まずはベースの飲み物、カルピス、コーラ、梅シロップ、豆乳。そう、どうしますか。ちょっとおっさんチームから先に決めさせてもらっていい、はい、チーム一人やけどよ。おっさんチームとしては、はい、あれですか、はい、おっさんチームはね、はい、カルピス好きやね、鉄板やね、おっさんは、はい、ヤングチームは、ヤングチームでスムージーなんでね、はい、豆乳いいですね、体に良さそう。そうカルピスも豆乳、あの体に良いよ、乳酸菌。あ、じゃあ果実、はい、いっぱいありますよ。リンゴ、みかん、キウイ、マンゴー、僕たちって歌いそうになったわ今。ごめんな。ちょっと言ってること分かんないです。分からんのか。僕たち、キウイ、パパイヤ、マンゴーだねって知らんの。おい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 、ジェネレーションギャップバリバリやんけ。僕も分かんない。分からんの。ちょっと調べてみ。僕たちキウイ、パパイヤ、マンゴーだねって歌うの知らんの。いや多分こっち側の人みんな知ってますけど。はい、ヤングチームなんでいくん。ヤングチーム、うん、やっぱり爽やかな。爽やかに何ですか。僕たちパパイヤあ、キウイだ。そうそうそう、はい、僕たちが始まるの。キウイでいくの。はい、キウイ。あ、さすが。CM 最近やってるし、なんか僕たちキウイ。もうええわ。じゃあおっさんチーム、野菜は人参。あかん、また変な歌思い出した、ごめん。ヤングチームはね、緑で爽やかにちょっといきましょう。そっか、はい、ほうれん草、はい、はい、決まりました。青がたけちゃんチーム、はい、赤はヤングチーム、はい、はい、前にございます、はい、おいしそう、おいしそう。じゃあそれぞれのチームで選んでいただいた具材を入れてスムージーを作っていきます、はい、ヤング、あ、ヤングから、うん、じゃあまず梅、これさっきからマンゴーだと思ってたんですよ、うん、これ僕たち、はい、キウイ、キウイ半分ぐらい、キウイ2種類あるとめっちゃ多いけど大丈夫。これ前の半分ずつぐらいにした方がいいんじゃない、はい、黄色いやつと、はい、じゃじゃん、はい、きた、豆乳。なんか段位ありません、これどこまでとか。あ、ええ感じじゃん。いっぱい入れて、入れてあげてよって。はじみつを。はじみつを。はにみぬを。はにみぬを。まだいけますか。はにみぬを。ストップちゃうか、もう。もうえんちゃうか、おい。え、まるちゃん、これやり方知ってる。知らないです。触ったことは。動画で、あの、こうやってるのだけ。ああ、ほな、実際やってみて、やってみて、はい。すんごい衝撃やから。そんな、来るんですか、うん、どうぞ。あとは、あとは、あった、おお、綺麗やん、綺麗やん。え、まあ30秒、だいたい30秒ぐらいだって。ええ感じやん。よもぎ餅みたいな色してるやん。よもぎ餅じゃん、どうぞ。あ、来た。もうそのまま抜いていただいたら、はい、美味しそう。はい、はい、3、まあ、適当に3分か、まあ、大体いい感じじゃないですか。結構ドルン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 。なんかちょっと飲むのはちょっと恐ろしいなと思いながら、はい、やります。たけちゃんチーム、もう僕が手によりを寄って、梅、
おりんご入れます。はい、人参入れます。これぐらいにしとこうかな。必殺カルピスです。おー、きた。お水入れます。あ、いい匂い。カルピス。スイッチオン。めっちゃ綺麗やん。ほら、来た。すごい、すごい。大丈夫ない。オッケー。かわいい。できました。イエーイ。いい色合いです。めっちゃ綺麗やの、うん、ヤングチームのやつ作ってたのです。ヨモギジュースではないやろけど。あ、美味しい。あの全面キウイが襲ってくる。全面キウイ、うんうん、キウイ入れすぎたんかもわからんぐらい。でもさっぱりして美味しい、うん、これ何やったっけ、はい、カルピスと人参とリンゴちゃん。乾杯。乾杯。おう、うん、甘い。マジ美味しい、これもうほんま美味しい。どう？いや、私やっぱりこっち。なんじゃっすか。え、しんちゃんどっちうまい？いや、僕もこっち。あの、お子さんとかね、うん、飲みやすいやつやからいいと思います。すんごい美味しいな。うん、人参嫌いな子とか多いじゃないですか。うん、美味しい。緑かい。お前飲むのは緑かい。美味しいわ。でもこっち飲んでから飲んだらめっちゃ酸っぱい。うん、うん、なんでどっちが美味しい？やっぱりこっちですね。南高梅どうなんですかね。香り出てるんですかね。南高梅、うん、なんとなく、なんとなく混ざってるのはなんとなくわかるやろ。あんまり酸っぱさっていうのはどうしたらそんなにないっていうことですか。酸味ないないない。そう、全然酸味ないです。うんうんうん、うんうん、そうそうそう、だから全然美味しく飲める。だってたけちゃんの方だって ほぼほぼカルピス。ほぼほぼカルピスって言うな。うん、リンゴとでもオレン、あの違う、人参も。え、なんで結局は美味しいです。うん、結局どいい、結局何の味よ。カルピス。カルピスかい。という感じで、はい、簡単にご家庭でもできるスムージーおすすめですか。めっちゃおすすめ、うん、これみんなはい、こっち、はい、なんじゃあれ。2対1で、ヤングチームの勝ちということで、はい、終了でございます、はい、スムージーを作ろうでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ美味しいって飲んでみ。美味しい、美味しい、マジで。